それでは定例記者会見始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。今日は5社会議と役員会が、昼にございました。そちらでのまず、決定事項からご報告させていただきます。現下のコロナの感染状況に基づきまして、夏のボーナスの時にも日本維新の会としてですね、3割のボーナスカットと、金額で言いますと64万円という非常に大きな身を切る改革をいたしまして、医療機関に今給付をさせていただくということで、何ぐらいとか済生会病院に、全国的なネットをお持ちの済生会病院に、寄付をさせていただきました。現下のこの状況を鑑みますと、12月10日に支給が予定されております冬の我々のボーナス、これもですね、3割をカットいたしまして、同じく医療機関、医療関係先に、年明けになると思いますけれども、寄付をさせていただくということが決まりました。国会の方はですね、衆議院の方ではもうすべての法案が処理をされまして、これから参議院で、終盤に向けた議論がなされるということでございますが、我々としてはですね、参議院での議員立法、法案を出す準備をいたしております。まず参議院の議員定数、前回6名の定数が増えましたけれども、これを6名逆に減らすと、元の定数に減らすという法案を国民民主党と共同で提案をするという予定をしておりまして、早ければ明日ですね、法案の提出を夕方にさせていただく予定でございます。またこれとは別に、消費税を 5% に、カットすると、これは次元的な措置でございますが、複数年行った後 10% に戻すのではなく 8% に消費税を戻すという法案、また我々は自ら身を切る改革で、先ほど申し上げましたように3割の報酬カット、ボーナスカットをいたしますけれども、これをですね、法案化して全国会議員が3割カットするという法案も予定をしております。その他7本のこれ以外にですね、7本の法案を出す予定でございますので、こちらの方は今週週末に金曜日ごろにですね、出したいということで今準備を進めているところでございます。あとは憲法審査会の方ですが、今日午前中に衆議院の憲法審査会の幹事懇談会がございました。もうすでにご承知だと思いますが、立憲民主共産党の幹事さんは出席されなかったということでですね、一応その場では与党側からの提案ということで、明日午前中にですね、自由討議を行うと、約1時間程度ということでございますが、その後国民投票法改正案の質疑と採決を行うという提案がございました。出席しておりました野党側、我が党と国民民主党山尾議員ですけれども、両党からはその提案通りに進めてほしいということを憲法審査会の会長に申し上げました。すでにこの国民投票法改正案の処理については、国大ベースでの話し合いになっているという報告を聞いております。したがって、明日ギリギリまでですね、どういう展開になるか予想がまだついておりませんけれども、今日は話し合いがつけばですね、
幹事懇も再開をするということで、暫時休憩になっております。まあ、明日採決されれば、12月の2日水曜日、参議院の憲法審査会の定例日になりますので、まあ、これが最終の、まあ、採決をする、できる場になると思いますので、まあ、正直申し上げて、この衆議院での法案の処理が終わりましたから、まあ、他に影響するという、まあ、要因はもうすでにありません。国民投票法改正案自体が2年半もの間、棚ざらしになっているということから鑑みますとですね、ぜひ明日採決をしていただいて、昨日遠藤国対委員長が自民、公明の両国対委員長に申し入れをしたところでございますが、ぜひ、まあ、処理をしてほしいということを改めて申し上げておきたいというふうに思います。あとはですね、今日衆参で予算委員会集中審議行われておりますけれども、我が党の割り当て時間が9分ということでありました。まあ、我が党より人数の少ない国民民主党がですね、10分ということでありますし、1名しか変わらない共産党が13分と。まあ、数字の代償をことさら取り立てているわけではありませんが、まあ、ドント方式等でやるとすればですね、まあ、なぜそこにこう差異が出てくるのかということが、まあ、非常に疑問に思います。まあ、国会のルールとしてはご承知のように野党枠ということでですね、まず与党と野党で審議時間を割り振って野党第一党が野党の各党、各会派に対して時間配分をするという、まあ、基本的なルールになっています。まあ、そのルールから考えてもですね、人数が少ないところが時間が多いということは非常に、まあ、疑問を持たざるを得ませんし、非常に遺憾の思いを持っております。これもし逆なことをすればですね、おそらくあの方々はギャー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 とわめき立ててですね、まあ、それを理由にまた予算委員会の開会を遅らせるとかですね、そういうことをされるんだろうと思いますが、まあ、我が党は真摯な政党でありますので、そういうことはいたしませんけれども、まあ、こういうことが度重なるとですね、やはり表に出て、しかるべき役職の方にものを申し上げていかなければならないというふうに思います。かけて加えて今日はですね、衆議院の方では開会時間がどのような理由か分かりませんけれども、開会時間が、まあ、遅れるという状態で、我が党の藤田議員が午前中に質問をする予定でありましたが、それが、まあ、15分近くですね、遅延をして、テレビ中継には全く映されなかったということでございます。まあ、これもですね、逆のことをすればどういうことになるかということは、もう記者の皆さん方も簡単にまあ想像がつくだろうと思いますので、これ以上申し上げませんけれども、そういった立法府としての基本的な民主的な運営、時間配分、そういうものはぜひ厳守をしていただきたいということを、まあ、強く申し上げておきたいと思います。あとはですね、先週土曜日、大阪の話になりますが、大阪維新の会の全体会議がございました。もうご承知のように、松井一郎代表が退任をいたしまして、新代表に吉村博文大阪府知事、幹事長に横山秀之大阪府議会議員、政調会長に森島忠大阪市会議員、総務会長に岡崎太大阪市会議員と、まあ、随分若が入りまして、おそらく平均年齢が40代になったんじゃないかなというふうに思います。まあ、大阪では大阪都構想、残念ながら否決をされましたが、まあ、今総合区制度への移行とかですね、権限を一元化する条例とかですね、まあ、登山ルートを変えて、統治機構改革
地方自治体制度の抜本的な改革、こういうものにこれからまあチャレンジしていくという吉村新代表からの強い決意も聞かせていただいたところでございますので、まあ、あの国会の方でもこれから協力できる部分については全面的に協力をしていきたいというふうに思います。あとは、衆議院の支部長が新たに選任をされました。これは先週常任役員会で決裁が降りておりますが、今からお配りをさせていただきます。今回は7名の支部長を選任をいたしました。まず神奈川第12区水戸正史さん、元参議院や衆議院の議員を務められた方でございます。58歳男性です。次に静岡県第4選挙区中村健一さん、46歳男性で、現富士宮市議会議員を務めておられます。3人目が愛知県第4選挙区中田千代さん、53歳女性で会社の経営をされておられる方でございます。続いて京都第6選挙区中島秀樹さん、49歳男性で、会社の役員をお務めでございます。5人目が兵庫第11選挙区住吉弘樹さん、35歳男性で、元兵庫県議会議員で現在兵庫維新の会の事務局長を務めております。6人目が福岡第二選挙区新海隆さん、元維新の会の衆議院議員の秘書を務めておられました。49歳男性です。最後に福岡県第4選挙区阿部博樹さん、58歳男性で、お医者さんですけれども元町長また福岡の県議会議員を務められた方でございます。これによりまして、支部長現職を含めて、55人ということになりました。現在まだ面接中また選考中の方々がいらっしゃいますので、まあ、第一段階の目標としております70人近くにですね、数字は上がっていくのではないかなというふうに思っております。はい、今日は私からは以上です。はい、それでは質問のある方、社名と お名前をお願いします。挙手お願いします。はい、西日本新聞の川口と申します。はい、次期衆議院選挙についてちょっと地域のことで恐縮なんですけれども、全体で70人を第一段階の目標ということなんですけど、九州エリアでは何人ぐらいを目標とされているんでしょうか。九州も、まあ、各県からですね、最低1人の、まあ、候補者の擁立ということを目標にやっています。まあ、都市部の福岡では今後も、まあ、候補者が出てくる可能性がございますけれども、まあ、冒頭に申し上げたように、まあ、各県から最低1人はという目標で、先行していきたいと思います。フランス店の及川と申します。東京地検特捜部が安倍さん事務所を捜索して、野党が今安倍前首相の証人喚問を求めていますが、それについてのご見解をお願いいたします。まあ、もう提訴されてですね、司法の手に委ねられているわけですから、まあ、その捜査の状況を静観させていただきたいというふうに思います。まあ、報道されていることが事実であればですね、やはり一国の総理として、まあ、非常に残念な
ことだと思いますし、まあ、政治家や政治に対するこの見方がですね、国民から見ると低下をするということについて、まあ、非常に遺憾であるというふうに思っています。他にございますか。京都新聞に変わりました。この京都6区の中島さんなんですが、幹事長が見られてどのような方ですか。また候補者として魅力とかそういうことで教えてください。まあ、この方は府議会議員の選挙にも、まあ、立候補されてですね、まあ、京都の青年会議所にも入っておられる、まあ、非常に、まあ、政治に対するこう思いの強い方だというふうに思います。で、まあ、政治は未経験ですんで、まあ、この方については特にですね、いろんな、まあ、課題を順番にお渡しをしてですね、まあ、党員の確保であるとか、また地元の地方議員さんとの、まあ、話し合いであるとか、まあ、集会を開いてもらうとか、まあ、いろんな課題をお渡しをしてきてですね、一応すべてクリアをしていただいていますので、まあ、我が党のこの理念もよく分かっていただいていると思いますし、有言実行で、まあ、非常に期待をさせていただきたいと思います。はい、ございますか。はい、質問の割り当て時間を確かなんか何の参議会も週が49分で国民民主50分と記憶してるんですけど、今回は続き2回目となると思うんですけど、どういう場で国対官でこう国対委員長官の会談を求めるのか、どういう場でこう想定されているのか。まあ、国対官ではですね、やはり運営を任されているのは国対ですから、まず我が党の国対委員長からですね、きちっとそういう申し入れをしてもらいたいというふうに思っていますが、先ほどの話の中でも申し上げましたように、この立法府としてですね、まあ、感情でその発言時間をコントロールすると、まあ、聞くところによるとですね、その立憲の、まあ、予算委員会の筆頭理事がですね、我が党の議員に対して、あんたとこのその態度が悪いからやというような理由をおっしゃったそうです。ですから、そういうことで、発言時間がコントロールされるんであれば、民主主義の崩壊になると思いますから、議会制度の崩壊にもつながると思いますから。まあ、事実をもう一度確認した上でですね、まあ、再度こういうことがあれば、まあ、議長に対してでも私は申し入れに行きたいというふうに思っています。すぐじゃなくて次の委員会が見たデータ、まあ、そうですね、通常国会でどういう対応をしていただけるか、それはまあ見守りたいと思います。前例慣例をね、ことさら大事にされる立憲民主党が、こういうことは前例慣例を破るんだなと、まあ、都合のいい政党だなというふうに思いますね。はい、それでは終了いたします。はい、ありがとうございました。それではすみません、ここからは幹部状態でよろしくお願いします。